96式総輪走行車96式総輪走行車96式総輪走行車は、陸上自衛隊が60式双輪走行車、73式走行車の後継車両として1992年、平成4年から小松製作所が開発を開始し、1996年、平成8年に正式化された総輪走行車、陸上自衛隊で、 初めて正式採用された総輪総工兵員輸送車でもある。防衛省は愛称をクーガーとして広報活動に使用しているが、単位は96、96ワット、96ワピック、ワピックとも称する。装備実験隊と普通科共同連隊で、舞台実験後、1998年にナヨロ中トン地の第三普通科連隊に、 初めて部隊配備された。1両あたりの調達価格は1億円強で、平成25年度、2013年予算までに357両が調達されている。送輪車両であることから、アスファルト路面などの整地での運用が容易で、車服は手続きなしに行動を走れる規模に収められているため、東日本大震災に際しての災害派遣でも用いられ、 イラク人道復興支援の際にも派遣された。自衛隊の走行兵員輸送車として初の送輪車両である8輪のコンバットタイヤを装備しパンクなどですべて脱輪してもある程度の走行を継続できる。クティス、中央タイヤ圧システムと呼ばれる空気圧調整装置により状況に応じて空気圧を変更することが可能。通常は前から数えて 第3軸と第4軸が駆動するが、全軸駆動に切り替えることもできる。方向転換は、前方の第1軸と第2軸で行う。車体は、圧縁鋼板による溶接構造で、走行防御力について防衛省は公開していないが、小銃弾や砲弾破片程度は、十分に防御できると推測されている。乗員配置は、前方から右側に操縦士席。 後方にキューポラを備えた、重手席、左側に、分隊長検車長席、後方に、左右それぞれ6名、合計12名分のベンチシートが向かい合わせに並ぶ、後部乗員席をそれれ備える。操縦士及び、重手席の左側は消火装置を備えた、エンジンルームで、消火装置は、車内外両方から作動が可能である。エンジンは三菱不装トラックバスのザグレート、 スーパーグレートなどと同じ 6D44 サイクルディーゼルエンジンでトランスミッションと一体化されたパワーパックとなっている。後部上員室後端部の後部ハッチの両脇上部に左右各一機の換気装置を備える。NBC 兵器防護のための空気清浄機も搭載され、作動時は空気配管とガスマスクの付属品であるゴムホースを介して各人が装着する。 ガスマスクに直接、正常な空気を供給できる。ベンチシート後端の足元に当たる部分に左右各一機のヒーターがあるが、クーラーは装備されていない。内部容積は73式装甲車と比較して広くなり、後部ハッチと床面部分を除くほとんどの内面にクッション材が打ち張りされたことで、車内の居住性と静粛性が向上した。移動感は分隊長。 社長などが交代で、車両上部から周囲の安全確認を行わなければならない。後部上隕石の天井に観音開きで外側へ開く上部ハッチがある。73式走行車の上部は重量のある2枚の大型ハッチがあったが、本社では小型軽量を浮された4枚のハッチとなった。側面に防弾ガラスのはまった外部視察用の窓が、 左右それぞれ2枚ずつ取り付けられている。窓にマジックテープで留めるブラインドが取り付けられるが、素材は合成繊維で走行としての働きはない。73式に備わっていた、後部乗員室油仮面の緊急時脱出用ハッチ、車体側面、眼ポと浮き光性能などは備えていない。後部乗員は、車体後方の油圧式、ランプドアから乗降する。これは、 車内外から操作可能で、エンジン停止時でも乗降できるよう、片開きの手動ドアも取り付けられている。最後部に、車両牽引用のフック、トレーラーなどに、電気やブレーキ用圧縮空気を供給するソケット、便はあるが、本社が牽引するためのトレーラーなどの車両は、採用されていない。行動上を走行する場合は、大型自動車の扱いとなる。主として、 行動を走行するときのために操縦士席及び分隊長席用にガラス窓風防が用意されている。この風防は操縦士席及び分隊長席のハッチを全開にして固定し、その空いた空間にボルト止めして装着するため、風防を取り付けている間はハッチを動かすことができない。戦闘時に使用することは考慮されておらず、防弾ではない通常の自動車ガラスに準じたものと、 なっている96式 40mm 自動的弾銃を装備する A 型と 12.7mm 重機関銃 M2 を装備する B 型の2種類がある。生産比率は A 型と B 型が10、1の割合である。武装の取り付け基部は A 型も B 型もそれぞれ新規設計され、両者に武装の互換性はない。重機関銃 自動的弾銃ともに乗員が車外へ身を乗り出しての直接操作のほか、手回しハンドルによる旋回不行、倍率なシペリスコープの JM1 小準線望鏡、電気作動による機械式の引き金で車内から遠隔操作できる。車両後部に左右各一機の4、連発円弾発射機が装備されている。73式と同じく70式地雷。 原爆破装置を車体に搭載することが可能である。自衛隊イラク派遣の際は、重機関銃装備の B 型がサマーワーへ持ち込まれた。本来2色の塗料による明細塗装は、あと1色に改め、操縦仕様のワイヤーカッターやキューポラの左右に、上半身を保護す装甲板を追加するなどの回収が行われた。一部の車両は、車体側面に、上杉謙信の旗印でもあった。 日の文字を描いており、これは、武神美車門店の頭文字から取られている。12.7mm 重機関銃、M2 の断層も大型のものに変更された。平成20年度予算で調達された20両のうち12両が、上記のボルト止めの増加装甲が追加されている、国際貢献仕様で調達されており、名称も、96式送輪装甲車に変更されている。 上記以外の部隊では以下の触手部隊に数量ずつ配備されている。普通科以外の部隊に配備されているのは大半が B 型である。非輸送性や機動性、悪路走行能力を含むを有し、防護力等の向上を図った総輪走行車の開発が計画されていたが、2018年7月27日に開発事業の中止が発表され、先行きは不明である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。